アイリス大山さんのリンサークリーナーを買ってきました。前々からこれでワークチェアの座面のファブリックをきれいにすることができるかというのは気になっていました。そこでここに12年経過したセールチェアがあります。この座面、果たして本当にきれいにできるんでしょうか。ただですね、赤色の座面なのでそもそももともと汚れが気になりづらいんですよ。だからこれを使っても変化が感じられないんじゃないかという懸念はあります。どうなるでしょうか。とりあえず開けましょうか。このヘッドの部分にということですね。で、これに吸水するわけですね。ここ取り付けるパーツです。吸水してきました。しっかり締めてと。で、ここに差し込むんですね。はい。こっちは吸収する方なので水を詰めるわけじゃないです。で、コンセントを入れました。電源オン。これで使えるようになりましたね。まず元々の座面の状態ですね。コーヒーをこぼしたりしているので汚れはあるはずなのですが、やっぱり赤色なのであんまり変化が気づきづらいかもしれませんね。電源入れます。声が聞こえないかもしれませんが、ここのヘッドの部分を引くと水が出ます。水が出るので引くとというものです。ということで座面の半分だけやって綺麗になるかやってみますね。ちょっと試しでやって、すでに染みててすいませんね。とりあえず半分やりましたけど、なんかどうしても湿った感じになっちゃいましたね。しばらくもうちょっと吸い込んで乾かすのを待ってみますね。ということで、ある程度乾きました。こっちだけリンサークリーナーを使いましたけど、まあ正直見た目的には変化は感じられないと思います。やっぱり赤色ですからね、わかんないですよね。でもですね、この辺にあったシミは全部消えてます。綺麗になってるんですよ。だから長年使った座面のシミとか汚れっていうのは綺麗になるんだと思いますよ。これが掃除後に回収された水ですが、どうですこの黒さ。結構汚れが落ちたなっていう印象ですよね。黒い水です。だから綺麗になるのはもう間違いないですね。ただこのリンサークリーナー、私も初めて使ったんですけども、この水の勢いが強すぎてですね、もう周りに水が飛び散るし水たまりができます。やりながらここのトリガーを調整しながらこれをうまくやりつつなったら、ある程度うまくいくようになったので、初めて使うとおそらくうまくいかないんだと思いますが、慣れてくればうまいことを水を少しずつ出しながらこう吸ったりができますね。リンサークリーナーの最も活躍する場所は、不意にこぼしてしまいましたっていう、こういう場合ですね。今コーヒーこぼしました。リンサークリーナーを使うとどうなるかですね。どうですか、もう全くコーヒーのシミが残ってません。こういう使い方をするのにはこれベストです。まあ、汚れを落としたりするのにはいいんですけども、使い込んでてへたれて劣化したウレタンのもう取れようもない汚れまでは
これでは無理だと思いますので、まあ、あくまで気になる部分のシミを取りたいとか、そういう時にはこれはいいと思いますよ。まあ全部少しでも綺麗になりたいなっていう場合はやってみてもいいんじゃないでしょうか。ただしウレタンに水が染み込むようなことがあると良くないです。ですからうまいこと調整してください。そして乾かすときはもう完全にカラッカラまで乾かすようにしてくださいね。水分が残った状態で座り続けるみたいなことがあると中でカビたりすると困りますから。ということでリン酸クリーナーの使い心地でした。ソファーでも車のシートとかでも使えますので、まあ、気になる人はこれやってみてください。参考にどうぞ。では